加賀さんなんですよ。加賀屋の加賀さんがボム君からカメラを買ったと。せっかくなので記念写真を撮ってもらうことに。ありがとうございます。これ撮りました。ありがとうございます。すいません、助かりました。続いて歩いていると中学生たちに会って。俺さ、その芸人だからさ、そうなんです。名前聞いたら絶対分かると思う。令和ロマンの車です。はい、戻りましたよ。悲しいですね。悲しくねえよ。中学生のボケされるなよ。ヘラヘラしちゃってんじゃねえ。次にやってきたのは本格的な四川料理が楽しめる水雲さん。早速注文することに。ああ注文大丈夫ですか。すいません、なんかジェスチャーで伝えるの。ジェスチャーで伝えるの。上野といえば有名なイタリアンバルをぐるぐる回っていこうと思います。